アルバート・アール・ブロッコリーはアメリカ合衆国の映画プロデューサー。ニューヨーク州ニューヨーク出身。ファンの間ではカビーブロッコリーの愛称で知られる。ロングアイランドのイタリア系の家系に生まれる。フロリダに移るが父親の死に伴ってクイーンズ区の祖母の元に移る。ハワード・ヒューズ監督のならず者の下働きからスタジオに入る。第二次世界大戦勃発とアメリカの参戦により、 アメリカ海軍に従軍するが、戦後ハリウッドに戻って、エージェントの仕事に就く。1950年代の初めに優遇税制を利用して、イギリスに渡り、アービガーレンと組んで、独立系の制作会社、ウォーリック・フィルムズを設立する。その後、コロンビア・ピクチャーズと共同で、赤いテント、霊下の地獄など、アラン・レント主演の冒険映画を制作。1961年に、 ハリー・サルツマンと共にイーオンプロダクションズを設立。イアン・フレミングの007シリーズの映画家権を所有していたサルツマンと007の映画を共同制作するために設立したプロダクションだった。その後、ユナイテッドアーティストの下で第一作007ドク、no、ターノーを成功させる。その後、生涯にわたり007シリーズのプロデューサーを務めた。第十作。 零零七私を愛したスパイからはサルツマンがイオンプロを離れたこともあり第十三作零零七オクトパシーまでは単独で第十四作零零七美しき獲物たちからは警視のマイケル・ジー・ウィルソンと共同でプロデューサーを担当した1977年にロンドンからビバリーヒルズへと移住し1981年に映画界への功績を認められ アービング・ジー・タルバーグ賞を受賞。プロデューサーとしてクレジットされた最後の作品は、007、消されたライセンス。自作、007ゴールデン・アイは存命中の作品だったが、プロデュース業からは知りき、ウィルソンと娘のバーバラブロッコリに、プロデューサーの座を譲った。成居後の、007トゥモロー・ネバー・ダイのエンディングに、追悼の一文が挿入されている。 アルバート・アール・ブロッコリーのおじであるパスク・アーレ・デチッコは食用野菜として世界的に広く食されているブロッコリーをリトアニアからアメリカへ持ち込み広めた人物である。ありがとうございます。